サンイコールドニー、サンイコールドニセインツ・デニスは、フランス、セーヌイコールサンイコール、ドニ県のコミューン。パリ北部郊外にある、サンイコールドニは、パリ18区、サンイコールトアンリルイコールサンイコールドニエピネイコールシュイコールセーヌ、ビルタヌーズ、ピエールフィットイコールシュイコールセーヌ、スタン、ラクールヌーブ、オーベルビリエと接する。プレーヌドフランス地方にある、 現在の現代的な街並みは建築家、アンドレ・リュルサによるものである、シテ・ポール・ランユ・バン、スタッド、オーギュスト・ドロームなど、貧困層や低所得者の集まるスラム化した工業都市であったサン・イ・コールドには、長い間待機汚染や公害と関連付けられてきた。しかし2004年に、持続可能な開発賞を受賞して様相を変えた。現在コミュームは、 75ヘクタールもの公園緑地も、抱えている。サンイコールドニ一体で進む、都市再開発の影響で人口が増加している。ポルトドパリ、サンイコールドニ大聖堂、レジオンドヌール公園、レジオンドヌール学校の間は、サンイコール、ドニ修道院に関連した建物が占める。レジオンドヌール公園は、レジオンドヌール学校の女子生徒校舎ができる以前は、修道院の土地で、 1970年代に一部がコミューンの公園となった。無視することのできない大聖堂から離れると、脇にピエール・ド・モントルイユ庭園があり、中心部の古い建物は興味深いものがある。タウンホール、3イコールドニ・ドエステル教会、3イコールドニ修道院、ウルスラ会派修道院のポーチ、新聞社、ルマニテの旧社屋などである。かよ 金曜、日曜の朝、イルイコールドイコール、フランス最大のマルシェ、市場が開かれる。マルシェのホールは改修後2006年に再オープンした。マルシェのホールでは、照明は太陽電池パネルによる発電で行い、マルシェ後の洗浄用には溜めた雨水を使用するシステムが採用されている。ベレール地区は、小さな古い、そして痛みの目立つ建物が並ぶ地区で、 オートルートデュノールによって旧市街から隔てられている。隣接するフランモアザン地区は大規模なスラムが取り除かれた後建てられた大規模な集合住宅の地区である。エストトリではかつてパリを守る要塞軍の一つであった。オートルートノールの周辺は特に低所得労働者世帯が密集するスラムであり、北、アフリカやポルトガルの出身者が多い。 評判の悪い時期、この地区は改善の手が入れられ、飾り立てられた。この過程は、2005年に、セザール賞を4部門受賞した映画、エル・エスキブに撮影されている。1960年代、ヨーロッパ最大の工業地帯であった、ラプレーヌサンイコールドニ地区は、脱工業化を伴う厳しい経済危機を経験し、近年回復の兆しが見られる。特に、 スタッドド・フランスの建設によるイメージと活力によるものである。これ以降、ラ・プレイヌ・サンドコールドに及びランディ地区の周辺は、パリ地方の不動産ビジネスにおける主要活動地になった。2000年代に1000戸以上の住宅が建設され、新しい地区が誕生した。経済活動は、ラ・プレーヌ工業の前世紀から深く変化した。いくつかの寄り所があり、 特にジェネロー百貨店の周囲、アルコールドック及び1998年のラー、D ン鉄道駅の改修、鉄道と直結したジェネラリ、アルセロールなどの企業の開業が挙げられる。この地区には、フランス国立工芸院、パリー・コールノール人文科学学校の研修センターがあり、2014年には新たなリセが開校する。クリスティーノ・ガルシア地区は、 ラプレーヌマイナススタッドドフランス駅近くにあり、スペイン移民が多く暮らすため、ラプティットエスパーニュ、LA、ペチテアスポーニア、リトルスペインという別名を持つ。移民の波は、20世紀初頭に、科学工業分野の会社で働くためスペインから、家族で移住してきたのが発端である。この後、プリモデリベーラ独裁、スペイン内戦後のフランコ独裁政権成立によって、 多くのスペイン移民がサンイコールドニ周辺に移ってくるようになり大きなコミュニティを形成するに至った。オーベルビリエとの境界にある自治体間連合プレーヌコミューンはパリメトロ12号線プルードンガルディヌ駅によってフロンポピュレール広場へ行ける設備が整えられている。ラプレーヌサンイコールドニ地区南部はパリ、オーベルビリエとのアクセスがより良い。トラム8号線は 最終的に地区を考えし、オーベルビリエのコンドルセキャンパスの端に建設される予定ある。パリリール鉄道路線、LGV 北線などの鉄道施設によって、ラプレーヌンイコールドに地区と隔てられたプレーエル地区は、ピアノメーカーである、プレーエルの名にちなむ。1807年、イグナツプライエルによってこの地で創業された。工場は1960年に閉鎖された、後、 アレス近郊で再度創業を開始した。この地区はまず第一に、プールプレイエール周辺のビジネス地区、ついで住宅地である。この128メートルのビジネスタワーはかつてプレイエール、工場があった位置に1973年に建てられた。タワーの正面は、フランス電力の重要な場所に向いている。二千七年より、地区は、かつての発電所跡をしてるシネマ、リュック、 ベッソンが先頭に立つ映画村構想とする計画を受け入れている。プレーエール地区は市内の他の場所の主要道、鉄道駅から孤立しており、サンイコールトゥアンの交通を利用する傾向にある。パリメトロの駅はカルフールプレーエール駅である。コスモの地区はサンイコールドニの東部地区でラクールヌーブの郊外にあたり、トラム1号線で市中心部と結ばれる。 タルタルと呼ばれる一帯は、ピエールフィットとスタンの間で分割されており、この場所には、パリの国立古文書館が移る予定である。パリ第八大学と、地下鉄、ターミナル駅である、サンイコールドにウニベルシテ駅が近い。西は、バラージュドサンイコールドに地区である。ここは、第一次世界大戦中に爆発した、ドゥーブルイコールクーロンヌ砦があった地であり、パリ交通公団が、 バスセンターを建設した。ラッパーのジョーイ・スタールとクール・シェンはアレンド地区の出身である。ガール地区、ガレ、駅は交通を受け入れる。1日6万人の乗客が利用するラー、D 線第4の駅で多くのバスやトラム1号線と接続している全種類の輸送の結合として複合モデル輸送の第3の軸である。ガール地区は セーヌ川とサンイコールドニウンガトが境界となっている。市内有数の老朽化した建物が集中する治安の悪い地区である。しかしながら標準に達しない住宅を根絶する試み紙を結び始めている。2005年以降、いくつかの新規の不動産計画が地区内を沸かせた。2009年、ジュヌビリへ向けたトラム拡張の計画が結ばれ。 ガール地区での創業に衝撃を与えることとなった。かつてシュルズールの工場があった鉄道駅、運河、セーヌ川に挟まれた場所は2009年から2013年にかけ新たな市街区、ラ・コンフリアンスに転換された。この地区はかつてパリ市と共同で50から60隻の船が停泊した運河内マリーナを含んでいる。 2010年より、ポルトド・パリからビル・タヌーズ、エピネーイイ・コール・シュルイ・コール・セーヌへ向けた、新たなトラム8号線の工事が始まった。この新路線は、市の北西部で、かつて自動車メーカーのドローネイ・コール・ベルビル、のあった、大半が、公営住宅が占めるドローネイ・コール・ベルビル一帯を得、直結することになる。ミューティュアリテ、相互扶助を意味する地区は20世紀初頭に生まれ、 その名は、近隣の労働者に由来する。そこには、庭だけのある石膏の家々が建てられていた。個人個人の資金年出が足りず、彼らは目的を達するため資金と人材を相互扶助していたのである。この一帯には、アンリ・バルビウス通りが横切り、おそらく、3イコールドニで1、2を争う脇あやいとした地区である。スタントの境界である通りを下ると、そこは、 郊外の真ん中で新鮮な有機野菜を供給する役割を担う野菜畑である。ミュチュアリテとジョリオキュリー地区の間は快適とは言えない。四車線と A1 の溝が断絶しているからである。ドラフォンテーヌ病院はここにある。スタントラ・クールヌーブ公園の近くは住宅地である。そこは1962年初頭にできたフロレアル、北の創生。 南のクルティーユの3地区があり、この地区の周辺の住宅はまばらである。人口は、およそ7500人、地区第一の施設は、スタートマルビルである。ポルト・ド・パリ、ポート・デ・パリ、パリモンは、ンイコール、ドニの地区の一つである。数多くある、交通の要所であり、コミューン内の都市的景観を中心部のラプレーヌ、ンイコール・ドニ、プレール、フランイコール、 モアザントに分けている。2000年代の地区北部の建物は古く、不衛生であった。2005年、RN1 号線との往来を含む、6つの車線の、ある巨大なロータリーが誕生した、毎日4万5000台近くの車両が通り、そのうち2万台は通過である。ロータリーの中心には、1976年に、完成した、バスステーション、急路線、地下駐車場。 サービスステーション、パリメトロ13号線、運河、A1 道路高架橋、プレールへの入り口がある。A1 道路が延長し、地下鉄とバスステーションが設置されると、ポルトとパリは高速道路のインターチェンジに変換される、多くの変化を遂げてきた。都市の主要な中心ラプレール3イコール、ドニと市内の他の地区との断絶が生み出されたのである。 再建事業は利害関係者と住民との間で多くの議論が発生したために長期的事業となった。この地区の将来の話し合いは1996年に始まり、1998年に始まった最初の事業が熱気を帯びた。意見が反映された成果は2000年1月に成立した自治体間連合プレーヌコミュームで取り上げられ、 中心部へ向かう歩行者トラプレーヌ3イコールドニへ向かう歩行者の連続性を提供する地区を作る事業は2005年2月15日に始まり2011年に終了した都市計画家アントワーヌグルンバックの指示を受けた自治体と自治体関連合の目的は住宅、商店、事務所、公共施設のある多様な地区を作ることで 歩行者のためにより多くの相互通行のスペースを提供し、輸送と交通の異なる、様式間の往来をより良くすることにあった。ポルトド・パリ再開発の一環として、地下鉄駅の上に建てられていたバスステーションは2008年にダニエル・カサノバ通りに移転した。2世紀、リヨンイコール間の道が通う場所に、カトラクス、カッタラカスという村があった。カトラクスとは、 ガロイコール、ローマ語の、ビクスカトラクス、ビカスカッタラカス、カトラクスの野原に由来する。三世紀、イタリアからやってきた、少人数の宣教師団が、ガリアに、キリスト教の教えを広めるためルテティアへたどり着いた。宣教師団の中には、三イコール、ドニの初代司教となるドニがいた。六世紀の聖職者、トゥールのグレゴリウスは、ドニが、 モンマルトルで迫害され斬首されたと伝えている。斬首された後も、ドニの体は切られた自らの頭部を腕に抱えたまま、誰にも止められずに歩き続け、カトラクスの村に着いたところで崩れ折れ、この地に埋葬されたという。後世、代々のフランス王、王妃、王子たちが、聖ドニの埋葬地をもう出るようになり、歴史ある土地として、サンイコール。 ドニ修道院と付属教会が発展していくことになった。七世紀初め、ダゴベルト一世が礼拝堂と四百七十五年に建てられたサントイコールジュヌビエーブ修道院を再建した。七世紀には死が見られるようになった。中世から続いたレンディ市はヨーロッパ中はおろか、ビザンツからも商人が集まってきた。毎年開かれたレンディ市では、 パリ大学の学長がやってきた大きな儀式を取り行った。彼は全てのコレージュで必要とされた洋皮紙の展示販売のため、この機会を逃さなかった。3イコールドニの教会は金銀宝石に富み、636年2月に検定が行われた。原型の建物は失われたが、1860年に発掘が行われた。 メロビング長期の墓が大聖堂の古い皇人の敷石の下から発見され、ダゴベルト王のものと確認された。ピッピン三世、小ピッピンは、三イコールド二大聖堂において、ローマ教皇ステファヌス三世によって退官し、769年に修道院内で没した。845年のバイキングによるパリ包囲では、三イコールドにも攻撃を受けた。 ユーグ・カペーは、かつて、ンイコール、ドニ修道院の聖職者だった。1122年にサンイコールドニ修道院院長となったシュジェールはルイ7世の助言者であり、大聖堂の再建を指揮した。彼はルイ7世が聖地へ向かい王国を留守にした。3位には代わって、国を治めた。ルイ11世は、費用のほぼ全額を負担して、内陣、欲労、本堂を再建した。 院長シュジェールは、サンイコール、ドニ住民を、濃度から解放し、修道院の拡張と再建を行った。1277年、大聖堂で、ルイ9世、聖王の埋葬が行われた。1377年、神聖ローマ皇帝カール4世が、サンイコールドニを訪れた。シャルル5世は、1380年に死んだベルトランデュ。 ゲクランを大聖堂に埋葬した。ゲクランの早々時に大聖堂初めての追悼演説が行われている。シャルル六世はたびたびイコールドニを訪れ、アンジューコー世の子類ルイとシャルルを騎士の列に加えた。手をかけて防衛がなされていたサンイコールドニはアルマニャック派とブルゴーニ派の内戦、ジニ両派がダッシュを繰り返す地となった。 1435年にサンイコールドニーを占領した、イングランド軍は、大聖堂の金銀や正規を持ち去った。ユグノー戦争中の1567年11月10日、サンイコールドニーの戦いで、カトリック同盟軍とユグノー同盟軍が衝突した。ユグノー同盟軍は、敗れ、それでも彼らは大聖堂の宝物を奪い、墓を暴いた、アンヌ・ド・モンモランシーが戦死した。 サンイコールドにはリーグ戦争でも被害を受けた。1590年7月、アンリ4世に降伏し、1593年に彼は大聖堂内において信教を帰教した。16世紀に町は衰退を始め、17世紀に流行が逆転し、宗教施設が数カ所設置されるまで人口が2500人を下回った。マリード・ドメリシスは大聖堂で聖をられ、 体感している1648年、貧困法制な乙女を1年間教育する6つの機関が設置され、現在まで続いている。フロンドの乱では、町は略奪され、人々が殺され、女性は交換され、建物には放火された。ルイ14世は、3イコールドニに、紡績や染色を行う、製紙工場を設置した。 1756年、サンイコール、ドニの人里離れた場所に、スイス傭兵、ギャルド・スイスのための兵舎が、シャルル・アクセル・ギオモによって建てられた。ルイ15世は、サンイコール、ドニのカルメル会派修道院に入った娘、ルイーズ、マリー王女を訪問するため頻繁に町を訪れた。また彼は、しばしば町を横切ってプレーヌド・フランス地方への修猟へ、勝った。 フランス革命期の1792年、サンイコール、ドニ大隊が組織され、ジュマップの戦い、で、王党派に対する、共和派、国民公会の勝利に貢献した。1793年9月17日、新政府、国民公会によって、サンイコールドニは解明させられ、フランシアード、フライドと1800年まで呼ばれていた。総裁政府の後、統領政府、 失政政府は大聖堂に埋葬されている王族の墓の破壊を命じた。これが王家の墓が冒涜された時期であった。1806年、ナポレオン一世は法令により、歴代の王たちの埋葬地として検定された教会を廃止し、死教座から60歳以上の聖職者たちを退去させ、レジオンドヌール勲章受章者の娘たちを教育する校の設置を承認した。 1814年、ナポレオンによるフランス帝国の終焉が迫り、第六次大仏大同盟の軍隊に吸収されたサンイコールドにはブルボン家支持を宣言した最初の土地となった。ブルボン家による復興生後の1815年、サンイコールドにはかつての支援者たるブルボン家の王冠後継者に同様の愛の印を送った。1817年、ルイ18世は、 1793年に大聖堂内から取り除かれた王たちの亡骸を元の場所に戻すよう命じた。1852年、ナポレオン三世は大聖堂内の礼拝堂で三イコールド二大聖堂の教区司祭と面会した。12世紀から13世紀の年代の教会が1858年以降、聖域として元の状態に回復されたのである。 不仏戦争中の1870年、特にパリ包囲戦時期、サンイコールドには戦略上重要な地であった。サンイコールドにはパリ北部の防衛線上に位置していたためである。要塞の一部は、ほとんどが、始終的からの攻撃にさらされたドゥーブルクーロンヌ、リデだった。リデは包囲戦中に戦火から守り、ピエールフィット、スタン、 ルブルジェ方面への出撃から防衛していたのである。コミューン内への爆撃で大きな被害があったが、防衛施設への打撃は加えられなかった。19世紀後半、貿易、工芸、農業が重工業へその場を明け渡した。世紀末には3イコールドニに80の工場があり、そのうちの最古のものは1784年からある金属加工工場だった。 1896年、最初の自治体選挙が行われ、社会主義者が当選した。旧フランス社会党、略称スフィオの分裂後、1920年代のサンイコールドニは、左翼の町となった。サンイコールドニの工業は、ブルターニュやスペイン、特にスペイン内戦時期からの移民の急増をもたらした。この労働者の町では、 1930年代の経済危機とともに生活環境がさらに悪化していった。と、オーギュスとギオは述べている。ストライキから2日後、パリのオテルマティニョンにて、労働組合とフランス政府の間でマティニョン協定が締結された、休暇の取得、週40時間労働、団体交渉権が認められた。1930年まで共産主義者の市長が選出された。 共産主義主張として最後の人物はジャック・ドリオで彼は1934年にフランス共産党から離れている彼は1937年フェルナン・グルニエ率いる人民戦線のリストにより罷免された3イコールドには3つの地区に分けられる解放後の3イコールドには国全体と同じく主要な経済発展が起きた特に広い分野にわたる産業 金属加工、機械部品、グラフィックアートなどや数多くの機関に特筆された。ランディガス工場も含まれる。経済成長と人口増加で多くの集合住宅が建てられた。これによりいくつかの地区に存在したスラムが解消された。1948年から1973年までに1万以上の公営住宅がンイコールドニに建設された。 しかし、1970年代から1980年代の経済危機に見舞われたサンイコールドにはひどく打ちのめされた。安い家賃とパリへの近さに惹かれ、多くの移民がサンイコールドにの集合住宅へ移り住んだ。ラプレーヌサンイコールドニ地区はヨーロッパ最大の工業地帯であり、大陸における最大の茶色の荒れ地であった。1980年サンイコールドには、 再編成され誕生した、パリ第8大学の校舎移転を歓迎した。1998年1月28日のスタッド・ド・フランスのオープンから、コミューンは再び厳しい経済危機、特に、ラ・プレーヌ・サン・イコールドに地区のを経験することになった。スタッド・ド・フランス周囲での活力は1998年、フランスワールドカップの波及効果によって、さらに強まった。 この活力は2000年代までラプレーヌンイコール、ドニチクを中心として、数件に、またった構造だった。自治体間連合プレーヌコミューンの誕生である。2005年以降に、この連合に含まれたのは、サンイコールドに、オーベルビリエ、ビルタヌーズ、ピエールフィットイコールシュルイコールセーヌ、エピネイイコールシュルイコールセーヌ、リルイコールサンイコールドに、スタン、ラクールヌーブラチコミューンであった。 スタッド・ド・フランスそのもの以上に、新たなイメージが、ンイコールド2に与えられた。ワールドカップのイメージが存続する一方で、パリメトロ13号線が拡張されンイコールドにイコール、ユニベルシテ駅できたのである。1998年のワールドカップ開催以降、多くの競技会を経験し、コミューンは、パリ市が立候補した2012年夏季オリンピック招致の、 切り札として関係することになった。しかし、フランスの招致失敗が、ビルタヌーズとサルセルへ向けたトラム計画といった特定の活動を損なわせた。2003年、パリと共に3イコールドには、ヨーロッパ社会フォーラム、世界経済フォーラムの大陸別フォーラムの一つを迎えた。2007年9月から10月にかけ、3イコールドには、 ラグビーワールドカップの開催地の一つとなった。2015年11月13日、スタッド・ド・フランス周辺でパリ同時多発テロ事件の第一波が発生。さらに、同年11月18日、サインイコール、ドニ市内の歴史的中心部への同年11月13日に発生したパリ、同時多発テ事件と直接つながる武装攻撃が発生し、 ニュース速報で報じられることとなった。3イコールドニには、ペリフェリックと同様 A1 と A86 が通じている。また、フランス国土 N1、N14、N186 が横断する。いくつかの鉄道が、3つの鉄道駅に、地下鉄路線、トラム路線と束になって市に連結する。市の西の橋をセーヌ川が流れる。そして、 旧市街とラプレーヌサンイコールド2地区の間をサンイコールド2運河が通る。川港はその重要性を失っているが、運河は未だサンイコールド2で港湾施設を維持してをコンクリートの倉庫とつながっている。サンイコールド2はシャルルド・ゴール空港を及びルブルジェ空港と A1 を通じてアクセスが容易である。世紀初頭サンイコールドは近隣都市との間を トラム路線で結ばれていた。エピネーイ,イコールシュルイコールセーヌ、アンギャンイコールトリニーテ、ピエールフィット、スタン、オーベルビリエ、ビルヌーブイコールライコールガレンヌ、サンイコールトゥアン、パリとの間を結んでいたこれらの路線は1938年、以前に廃止された。鉄道路線とサンイコール、ドニエ駅が開業したのは1846年である。しかしプレヌサンイコル、ドニエ スタッド・ド・フランス、サンイコール、ド・ニエキ、ラ・プレーヌ・マイナス・スタッド・ド・フランス駅は、近年の開業である。パリメトロ13号線は、1952年に、カルフール・プレー,エール駅が開業したのを皮切りに、1976年に、バシリフ、ド・サンイコール、ド・ニエキまで、1998年にサンイコール・ド・ニ、イコール、ユニベルシテ駅が開業した。 1992年よりトラム1号線が開通した、ラトップバス路線が複数ある。1975年から1995年までサンイコールドにはラプレーヌサンイコールドにでの大きな工業危機器を経験していた。音声、映像スタジオの成長は、この分野におけるコンテンツ制作のための重要な国の中心地あり、流出を補うことができなかったのである。 コミューン相互の意識のつながりがプレーヌコミューン創設となりスタッド・ド・フランス建設がこれを強力に後押ししたのである。2000年代スタッド・ド・フランス周囲に新しいサービス企業ができた。それをきっかけに雇用が急激に上昇した。2007年1月1日現在で6万8000の講師にわたる事業があった。これは 工業が盛んだった時代のレベルに達していた。10年間でサンイコールドニの会社は462社増えた。フランス国鉄本社も所在する。しかしサンイコールドニ住民ばかりが雇用されるわけでないため、依然として失業率は高い2007年で約21%。2005年におけるサンイコールドニ市予算は 1>, 1億8300万ユーロであった。3イコールドには、歴史的に、共産主義左派の、サンテュールルージュ、サンチュールルージュ、赤いベルト地帯に属するコミューンである。2008年の自治体選挙において左派は分裂し、与党、共産党は、社会党との予備選挙に直面した。セインツ・デニス・ポア2の連立名簿は、社会党、緑の党、MRC。 左翼労働者等が多数を占め、自治体選挙の二次選挙を勝ち抜いた。フランス社会等は野党にとどまり、いかなる協定も拒否すると決めた。3イコール、土日警察区の犯罪発生率は、全国平均より非常に高く、住民1000人当たり150.71件が、発生する、全国平均は1000人当たり83件、県平均は1000人当たり95.67件。 警察の事件解決率は19.82%で、県で最も悪い。2015年11月13日、パリ同時多発テロ事件の第一波がスタッドドフランス周辺界隈で発生した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。